い、ミスズ、ジュンと付き合ってたってどういうことだよ。あの男、ついにポロッと言ったわね。でも親友なんだから彼氏ができた報告くらいしてくれてもいいだろ。私も純一郎も忘れたかったのよ。だって私たちの交際期間3日よ。俺と付き合うっていうのをやってみねえか。面白そうね。限界を感じ始めたのはその翌日。翌日？軽い気持ちでついていったらねえ、どこまで行くの？もうすぐ着くって。なんて会話を2時間繰り返して。バカじゃないの。私2日で5キロ痩せたのよ。体力的にも精神的にも限界だった私は、休み明けに別れ話を切り出そうとした。やっぱお前とっつうのは違う気がするんだよな。だからもう付き合うとか終わりにしようぜ。先手を。お前ら付き合ってる時に、なんつうかがなかったことが不幸中の幸いだわ。粘膜言うな。安心した？うん、まあ恋バナを聞いた気が全くしねえんだけど。あなた確か中学に上がってから1年くらい友のこと避けてたわよね。これって偶然？やっぱり何かあったのね。お前今好きなやつとかいんのか？はあ、いねえよそんなの。そっかそっか、いねえならいいんだ。おお、ほーら、高い高い。しかしセレーナ、お前に似て本当に可愛い女の子だ。お、女？女の子だと。ハブ。やれやれ、赤ん坊の身では剣も震えぬ。前世ではエーテルについて基本的な使い方を身につけるにとどまったが。クリスちゃん、急いで逃げて。この子、浮いて。願わくばとてつもなく凶悪、かつ倒しがいのある化け物であらんこと。あれが魔石獣。ふむ、個体によってあの宝石の色は様々。腕が鳴るぞ。あんまり暴れちゃダメよ。何をしてるの？早く来なさい。この人生、自分のために生きると決めている。故に英雄になど興味はない。だが、ダム！エーテルストライク！赤子とはいえ、まあまあの威力ではないか。赤子の身で張り切りすぎた。そして貧乏神のごとく体の持ち主を、本体を不幸のどん底に叩き落とす。言ってしまえばよくあるテンプレートなお化けなんだよ。お前は限度額の似合い変態かにゃ。怖いにゃ、怪異より怖いにゃ。お前は今女子の机をペロペロにゃめて興奮していたにゃ。僕はお前が何を言おうと裁判じゃ何も認めないぞ。にゃそれに命まで取られるわけじゃないんだろ。さてどうかにゃ。手加減はできても加減は効かにゃい。殺すつもりがにゃくってもうっかり殺してしまうということもありうるにゃ。エナジードレインを特性に持つ者同士とは言っても、触り猫と吸血鬼じゃ全然違うんだろうけどな。まあそうにゃ。ただわかんねえのは、お前が無差別に人を襲ってるってところなんだよ。にゃーに、ただのうさばらしにゃよ。あ、ストレスの発散にゃ。ストレスの発散だって。だから余計に邪魔をすんにゃって、あのアロハのおっさんに伝えておけよ。というのはしかし嘘にゃ。そもそも俺は実のところ知識を与えてくれたこと以外についてはご主人に恩を感じる理由がにゃいんにゃ。普通の女の子であろうというのがご主人の唯一の願いにゃ。だから助けてやりたくにゃったのさ。
じゃあ私はこれで。ごきげんよう、アキ様。ごきげんよう。バイバイ、アキ様。普段は取り巻きをはべらせハーレム状態を良しとする女が、飯時はそうじゃないって。これは探る必要があるな。深く、一体どこに。あれは間違いない。買ってきました。遅いわよ、ヨシノ。待ちくたびれたじゃない。どうも。そこ邪魔だから出てってもらえないかしら。気にしなくていいよ。少し大きめの弁当1個くらい、運動部の女子も食べてる子いるだろうし。もともと低血糖気味だし、こまめに糖分補給しなきゃだし、とにかくお腹が鳴るのだけは避けなきゃいけないのよ。そうだ、用事思い出したから行かなきゃ。バラしたら承知しないから。真壁くん、最近あだがきさんと仲いいんだって。どこ情報よ、それ。クラス中で噂になってるよ。おーっと、あの美少女っぷりでドカベン平らげるんだぜ。俺は犬か。ごきげんよう、アキ様。また明日。バイバイ。ごきげんよう。お昼ちゃんと食べたはずなのに、どんどん燃費の悪い体になっているような。そんなに急いで真壁とデートか。あなた、自分はお姫様気取りで高みの見物か。いつかさ、こういう目に遭うって思ったんだよ。あだがきさんおっかないから。痛い痛い、マジ痛い、ガチ痛い、めっちゃ痛い。そんな顔しないで。女の子は笑った方が可愛いよ。告白しよう。俺はデブだった。おまけにボンボンキャラでいじめられっ子という三重苦。あんたなんか好きにならないわよ、短足のくせに。俺はお前のことが憎らしくて憎らしくてたまらない。デッドオアラブ作戦。人の話はちゃんと聞くじゃ。やりやがったな。殺すくんじゃねえ、このボケあげ。誰がハゲだって、このチビ。息子を足気にするとはてめえ。親に向かっててめえとは何だ。愚か者が。寺の留守番は頼んだぞ。何しろ我が不原因は500年の歴史を誇る由緒正しい。なあ、分かった分かったから、とっとと行けよ。受けるのは人間だけだからな。槍？500年の間、わしは忌々しい槍でここに貼り付けられてきた。人の魂を食いながら蛇を裂き鬼を突く、このクソったれな槍を。まあいいから早くこれを抜け。お前何をする。そいつは次に来たやつに言ってやれよ。待て待て。そうだ、こうしよう。この槍を抜いてくれたら何でも言うことを聞いてやる。それで自由になったらどうするんだよ。そりゃまずお前を食って。分かった分かった、食わないって。お前は動けるままだ。でも他の人間の命はお前に関係ないだろう。親父、なんだあの槍は。化け物つきたねえか。旅行か、あのボケ親父。肝心な時に。雨だろうと晴れだろうと関係ないじゃない、そいつには。中村、青月に悩みなんてあるわけないもんね。学校終わったら取りにあんたんち行くから、ね、分かった分かった。ま、
500年も貼り付けにされてたのが少し伸びたくらいだからほっといていいか。よっしゃっ、あ、何やってんだ坂上。うるさい。じゃあ行くぞ。ったく、なんで貸してやったノートを私がわざわざ取りに来なきゃいけないのよ。なんて言って朝子嬉しそうだよ。 なんで私が喜ばなきゃならないの。じゃあ青月くんもらっていいの。どうぞどうぞご勝手に。この歌何してんのよバカ。おい化け物、てめえ俺の目になんかしたるわ。変な幻見るような術でもかけたんだろう。それはわしの妖気が呼んだ仲介や御用どもよ。妖気は流れ出てこの辺りの低級な小妖怪どもを引き寄せたのさ。お前のせいだな。お前がここを開けなけりゃよかったんだ。ふん、分かったみてえじゃねえか。人の身では終わらせぬぞ。汚ねえぞ。汚ねえ。約束通り妖怪はやっつけて先にお前が行け。俺がとどめを刺す。はい。じゃあアバイ。まさか許されると思ってんじゃないよな。だって魚や虫はやっつけただろう。ところでお前なんだって他人の命を守ったりするんだ。意味がわからん。お前には一生わかんねえよ。お前のことをトラと呼ぼう。顔そっくりだしな。な、トラだ。やだぞわしはそんなの。いつか絶対この槍で滅ぼしてやるぞ。こんなにスポーツできるのになんで運動部とかに入らないの。だって部活に入るとさ、ゴールデンタイムのアニメが見れないじゃん。ボーアイスの最後の一口落とさずにちゃんと食べられる。コナちゃんはどうしてるの。舐めて食べきる。どうやって押し込むんですか。食べながらこうグイグイっと。グイグイですか。みゆきさん欠点とかあるの。お恥ずかしながら私時々考え込むというか。みゆきさん、それは欠点じゃなくて萌え要素って言うんだよ。え、萌え？ドジッコ属性。見眼に来たのかな？コンタクトの。みゆきさんはずっとあのままの方がいいかもね。コナちゃん難しい顔してどうしたの？つかさ、私がバカって部分否定しなかったなって。違う、そういうんじゃなくて。鏡って意外に可愛い寝顔してんだ。なんだよ、何しに来たんだよ。帰れよ。ほら、この前出た宿題とか見せてもらいたいし、あといい寝顔見せてもらったし気にしなくていいって。帰れ。おはよう。お姉ちゃん体の具合良くなった。伸びてない。司が怪しい外国人の大男に連れ去られそうになっているところに私がここぞとばかりに登場。得意の聖剣好きと旋風脚を華麗に放って。アイドルのギャラっていくらぐらいなんでしょうか。教えてください。ギャラ。ええ。寝てる、久保さんが寝るなんて珍しい。おはよう。おはって、もう寝てる。
長距離走疲れた。ゴールするよ。ゴールするときは自己申告しなくちゃならない。でもそうしないとタイムが測れない。あ、白石くんだ。お疲れ。いや、今汗すごくて気にならないけどな。気にならないって言ってるのに。破壊力すごいな。そんなに見られても。ああ、いやね、お揃いだね。いいことでもあった。ふくぼっち、シートちょうだい。そ、え、そ、えい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 そ、くぼっちのケチ。本当によかった。とりあえずご家族に連絡を。両義さんが意識を取り戻されました。ご家族以外の面会はご遠慮いただいているんです。例の子の担当でしょ。彼女目はもういいの？失明しないで済んだみたい。言語療法士の青崎です。お待ちしてました。病室はあちらです。やつれてるかと思ったけど、肌のツヤとか綺麗なのね。はじめまして、言語療法士の青崎東子です。じゃあなんで私がここにいるかって話せば長くなるんだけど。お前医者じゃないだろ。え、本業は魔法使いなの。気づいてるんでしょ、あなたはもう一人なんだってこと。ああ寒い。上でお茶にしよう。気づいてるんでしょ、あなたはもう一人なんだってこと。命を落とすとかそういうことじゃないの。まだ会うべきじゃない。僕が入るよ。これ、両義さんにお願いします。お預かりします。四季君は肉体の主導権がなかったんじゃなくて使わなかっただけなんだ。二重人格なんて可愛いものじゃないわ。同時に存在してそれぞれが確固たる意志を持って、複合個別人格というべきね。彼の名前だけが思い出せない。ああ、健康な体、最高だな。ここがスタート地点？確かに人が来ない場所を希望したが、これは人が来られない場所なのではないだろうか。なんとなく若返った気もする。何か使えるものは。これか。土がふかふかだ。これで畑を作ればいい野菜が育ちそうな。食べられる植物どころかろくに草も生えていない。難易度合ってる？立派な木だ。目印にもなるし、ここをひとまずの拠点とするか。シャベル。うん、やはり万能農具というだけあっていろんな道具になるらしい。ちなみに複雑な機械はダメだった。本格的にここを拠点にするつもりで万能農具を使い続けよう。ついでに何か食べられそうなものが見つかればいいが。よいしょ。あれ、
恐るべし万能農具。硬い木がチーズのように切れていく。ちなみにこの木を引っ掛けて運ぶフック的な道具、ノリで立てた柱の影がまるで日時計のように伸びて、まずい、楽しすぎて時間を忘れてしまっていた。虫眼鏡成功。これで火を起こせる。日が暮れる前ならば。暗くて困るかと思ったが、夜でも意外と見えるものなんだな。神様に健康な体をもらって視力も良くなったのか、木材の加工について試行錯誤していたら朝になっていた。これで火も確保できた。不幸な事故だった。自然の味がする。もっと言うと血生臭いが、食べられるだけで感謝だ。畑ができても植えるための種がない、苗もない。やっぱり森で何か探すしかないのか。な、どの畝にも新芽が出ている。たった一晩で。ほい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 。まず周囲に柵を作っていく。そして柵の外に堀を掘る。万能農具のジョウロで水をやっていると、日に日に芽は伸びていく。作物が育つのを見るのはとても楽しい。何を泣いているんだ。人だ。助かった。あ、俺は人間に触れられると消えてしまう。じゃあ妖怪さん。子供を棒で殴るなんて。消えるってのは人間に触れたら最後、それでおしまいだ。迷子なんだろ。森の外まで連れていく。ありがとう。ここをまっすぐ行くと山道へ出る。じゃあな。私竹川蛍、あなたは。とにかく明日お礼を持ってまたここに来ます。さよなら。銀だ。ここは山神様と妖怪の住む森。入れば心を惑わされ帰れなくなる。本当にまた来るとは思わなかった。待っててくれたのね。What's the matter here? When did Edward Elric get here? Drop your gun! What the hell is going on up here? Blaine? Wait, you guys are Kimbley's men, aren't you? Hey, I know you guys. You're from Briggs. You two have been following us this whole time? Everyone calm down! Lower your guns! Okay, Ed. You want to tell me what's going on here? Looks like a cautionary tale about guns. Don't be a smartass. Tell me why you're in my room. I just wanted someplace private to eat my sandwich. Whatever. Just put your guns down. Quit shouting at us. Will someone shut that dog up? Get out of my room! Gozen. アントラージュを伴い現状確認のため外出。どこまで行っても何もないことを目視で確認。ヴィンセント。モスクまであと2000マイル。ここに来て何が続く。おはようございます。終日プラクシーの生態観察。情けない。
便座を上げることくらいでしか男としての存在感を主張できるものがないのか。暇なので感染オートレイブの観察をしてみる。なるほど。ある時は驚き。お前も左利きか？左利き？設計上オートレーブに利き腕はない。それをあえて左手を利き腕として使うあたりが心の作用か。オートレーブの利き腕問題、結論は持ち越し。穴開いてるぞ。ん？気にしないでください。リルさん、3分経ちました。まだ髪を洗ってない。でも残りの水の量を考えたら。午前、乗組員に著しい士気の低下。一体何をしてるんだ。食料不足問題、悪化の一途。理解できない。あ、ギルだ。楽しそうだな。あの、依然暇。気晴らしにオートレイブを観察。この女、何キキ言ってるって顔はやめろ。食欲が失せる。ギル、ユキユキだよ。一緒に遊ぼう。バカ野郎、風のバカ野郎、かかってこーい。くそ、このん？それもしかしてリルさん。まさかな。久々に深く眠った。いってたくお前は。大丈夫ですか。やったー、風のバカ野郎、私が相手だ。ひひビンス、今ドスってなった。ひひひ風。モスコまであと2000マイル。南西より疾風。相沢さん、おはよう。お、美咲先輩、早っす。美咲、よろしく。何してんだお前。すんません先輩、よく言って聞かせますんで。いや、大丈夫だから。どうも。話してあげて。どうも、一緒に帰ろうぜ。悪い、ミスズたちとお茶して帰る約束してんだ。明日な。付き合ってないんだよね。そうよ、バカみたいでしょ。お前が脅すから先輩怖がってるじゃねえか。今度会ったら感じよくしろ。わかったな。なんか遠くないっすか。気のせいじゃないかな。俺だって友を傷つけたくなんかないんすけど。あの友っすよ、喧嘩になったらあれが本気で殴りかかってくるんすよ。ルールが整備されたスポーツじゃ未だに俺は挑戦者なんす。俺はまだあいつみたいになりたいって思ってる。こんなんじゃもし友に喋ったら。言わない、言わないから。ジュンは本当にいいやつなんすけど、私のこと全然女だと思ってないっすよね。少しくらい気使ってくれても。え？ぶっちゃけさ、相沢友のことどう思ってる？どうも思ってないし、っていうかあいつ女だし。おお、三船と小川じゃねえか。あいつらも一緒にお茶すればよかったのに、なんで帰っちまったんだ。
あなたがそんな格好してるからよ。相変わらず変なところで乙女なのね。あんまり邪険にしてるとあの男も他の遊び相手を見つけてしまうかもしれないわ。一緒に服を買いに行ったりカラオケに行ったりしたら。私とジュンが？だいぶお預け食らってたからきっと尻尾振って喜ぶわよ。私とそのどっか遊びに行かねえか？マジで？え？ただ遊びに行くつもりじゃダメ。デートをしに行くのよ。おう放課後服を買いに行きましょう。ねえねえともちゃん、男の子の服でデートって冗談だよね。わかった。どんな服を買うの？だからまずはパッと見男な現状から男の子らしさを取り入れた女子にするのが定石よ。あなたはどう思う？え？あ、じゃあそんな感じで。ここまでついていけねえのか。これはとんでもねえタッグが結成されたんじゃ。あ、よし、行くか。おバカ。3時間童謡を歌って帰ってきたのね。恥ずかしすぎて死ぬかと思った。動画見せて。お前ら星空も流れてく。 Dance with me, dance with me. Our sanity is sin, 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 yeah. 英語で超うめえ。ほら出番よ、童謡クイーン。一回た猫ふっちゃった、猫ふっちゃった、猫ふっつけちゃったら一回た。あれ、白石くんだ。自動ドアが開かないんだね。あるよね、そういうこと。いいよ。あ、後ろからカップルが。ああ、どうかな。白石くんめげない。開いたね。いつから見て？白石くんっていつもああなの？いつもではないよ。何買いに来たの？ああ、白石くんとっても嬉しそう。そっか、その漫画大好きなんだね。いいね、そういうの。一巻がない。そうだ、白石くんに借りればいいじゃん。ここから近いの？5分くらいかな。じゃあ今から家に取りに行こうよ。早く。5分くらいで私の家だよ。いつも登校するとき何時頃家出てるの？8時くらいかな。漫画ありがとう。また明日学校でね。明日ちょっと早く家を出てみよっかな。気分を変えて二つ結び？ポニーテール？お姉ちゃんのヘアミスト。いい匂い。あれ？いつもより早いね。お母さんは？早番だって。今日学校で何かあるの？別に何もないよ。へえ。お姉ちゃんの高いヘアミスト使ってるところとか、可愛いと思うけど。顔に出すぎだってナギさん。お姉ちゃん、行ってきます。いてら。お先。あ、そこアイテム取れるよ。ねえ、前から気になってたんだけどさ、彼女を作る気はないの？彼女はともかく、友達は作りなよ。気が向いたらね。私を彼女にする気は何があってもないよね。え？ないよ。よかった、安心した。死ぬま
までにやりたいことの中にこういうのもあるの。君ならいいんだ。これはハグだよ。いけないことはこれから。あんたにそれができる？なんちゃって。でも大成功だったよね。どうしたの？やめてってば。僕らはどうしてお前なんかと。二人きりで食事に行って、旅行に行って、今日は家にまで遊びに行って、クラス中で噂になってる。お前みたいな協調性のない暗いだけのやつと。あの子はしつこい人間は嫌いだそうだよ。前の彼氏がそうだったらしい。何してんの？どうしてそんなやつのこと。そんなやつ、私も高弘のこと嫌いになったから。二度と私と私の周りの人たちに何もしないで。前の恋人って彼だったんだ。それに僕らはあの日病院で偶然出会ったに過ぎないだろう。君と私がクラスが一緒だったのも偶然じゃない。共病文庫を書くために私はあの本を選んだ。そして君が私のお願いを受け入れてくれた。そうやって今私たちはここにいるんだよ。だからあと少しの間でいいから一緒にいてほしい。僕が君にできることはあまりないと思うよ。そんなことないよ。さっきは本当にごめんね。ありがとう。犬？でかいな。襲いかかってくる気配はない。ちょうどイノシシを仕留めて肉の処理に困っていたところだ。犬は農家の味方だって言うし、このまま居ついてくれたら嬉しいが。あ、おお。出産祝いにイノシシ肉の一番良さそうなところを切り出してやった。すっかりあの小屋に馴染んでしまっているのを追い出すのは心が痛むので新しく家を建てた。犬たちは獲物を買ってきたり周囲の見回りをしてくれている。クロ、ユキ。犬が野菜を食べるとは思わなかったが、保存する倉庫も作らなくては。家具や道具も作りたい。山を越える？危険な魔物だらけでな。ちょうどいいかもね。それ人間の子供か。銀の肌に触れてくれるなよ。くしゃくしゃ。化けて人を脅かすけど根は臆病でいいやつだ。なんでお面をつけてるの？大した理由はない。次の日もその次の日も私は森へと通いました。山の中を駆け巡って遊び回る。たわいないことでも楽しくて仕方なかった。銀、眠っちゃったの？たぬき寝入りしてたんでしょ？なぜお面をしてるの？こんな面でもしてないと妖怪には見えないだろ。変なの。銀よ、気をつけて。銀、ホタ。何やってんだよお前は。危ないホタ。危なかった。すまんホタル。何があっても絶対私に触らないでね。
さいよ。毎日油を刺すこと。うん。ネジの緩みもチェックすること。うん。お風呂上がりに水分拭き取ること。うん。ちょっと聞いてるの？うん。もう、あ、来た来た。ほんともう、そんなんじゃすぐまた壊して戻ってくる羽目になるわよ。へいへい、分かってます。整備が必要な時はちゃんと予約の電話入れてね。ああ。予約。何？ウィンディ。何よ。はっきり言いなさいよ。等価交換だ。俺の人生半分やるから、お前の人生半分くれ。はあ、ああ、もう錬金術してどうしてそうなの？等価交換の法則とかでバカじゃないの？なんだと？ほんとバカね。半分どころか全部あげるわよ。全部はなし。9割、いや8割かな。7じゃないな。じゃあ 8.5。 あ、そうや、そのくらいならあげてもいいわよ。な、何よ。えよ。ああ、わりわり。エド、お前やっぱすげえわ。等価交換の法則なんざ簡単にひっくり返しやがれ。何よそれ、バカにしてんの？ちげえよ。元気もらった。ありがとな。行ってくる。うん。行ってらっしゃい。おやおや、エドワード君も旅に出ちまったのかい。ちっとは落ち着いたらいいのにね。あいつらはこれでいいんです。じっとしてる男なんてつまんないもの。痛みを伴わない教訓には意義がない。人は何かの犠牲なしには何も得ることはできないのだから。しかしその痛みに耐え乗り越えた時、人は何者にも負けない強靭な心を手に入れる。そう、鋼のような心を。あ、来た。おはよう。おはよう。まだ時間あるし、ちょっとお話しよっか。ここで？うん、あそこでお昼買ってるの？ああ、毎日じゃないけど。なぎさん、おはよう。おはよう。うわ、白石！びっくりした、いたの？あ、うん。いつもここで待ち合わせしてるんだ。じゃあ、先に行くね。なぎさ、よく見つけられたね。うん、そうだね、うん、今日いいことあるかも。どうしよう、ガチャ回そうかな。うん、いつも通り。こういう時、自分の存在感なくてよかったって思う。白石くん。あ、この声は。早く家に帰ってシャワー浴びないと。え、白石くん。鍵忘れちゃって。お家の人は？ああ、いないみたい。白石くん、うち来る？大丈夫でしょ。
久保さんがいいなら何が大丈夫なのかは聞かないでおこう。ジャージでいいかな。これなら着れるだろうし。ああ、絶対見られたよね。恥ずかしい。白石くん、着替えとタオル、洗濯機の上に置いとくね。わかった。ありがとう。シャワーありがとう。どういたしまして。じゃあ、気をつけて帰ってね。うん。またね、白石くん。うん、また。こんなの誰でも意識するだろう。